はい、梅です。こんにちは、どうどうも。今日はですね、5月の28日の朝ですね。今緊急で動画を回してます。はい、本日5月28日ですね、東京ディズニーシーのファンタジースプリングスのグッズの発売日でですね、でシーのマイル券はもう今日とっくに完売しててですね、で当日のパークのオープンもですね、混雑緩和のため通常より早く、いつも9時に開くのにですね、もうね8時半前にはもうオープンとのことでした。でね、アーリー8時一般8時15分との予告がありました。なのでまあ相当早いですよね、いつも9時ですからね。でね、すごいこの混雑が予想されていたんですけども、そんな中ですね、なんと今日先ほどですね、本日ファンタジースプリングスエリアのスニークが実施されるとの情報が入ってきました。でこれもうね、朝6時7時にですね、今日のこのアプリの上のね、なんか表記が変わってて、スニークやるなって、まあみんな分かってて、でさっきパーク開いたんですけども、本当にですねスニーク実施されてます今。いやーすごいですね、もうこれには本当驚きました。でね、さっき言いましたけど、そのアプリのね画面にですね、もうですね DPA とかサンバイパスとかね、各アトラクションのところにですね、そういうの出てて、であとですねアプリのトップ画面にも今日のそのエリアのね入場方法のそのチュートリアルなんかもねアップされてて、まあ今日どうやらですね、この本番同様の運用をなんかするっぽいですね。要はですね、あの全エリア開放でどうぞどうぞって、今日は開放してますっていう、そういうなんかジャブジャブガバガバのスニークではなくって、もう本当にですね本番さながらのですね、このアトラクションのね DPA かスタンバイパスをどっちか取って、でそれを持った人じゃないとファンタジースプリングスエリアには入れませんよっていう、もう本当にね本番同様の予行演習のスニークっぽいですね、なんか見てるとね、そんな感じがしますね。はい、で今日ここでねスニークやってくることに関してですね、ちょっとねいろいろと思うこと、言いたいことがあるので、ちょっと今緊急で動画を回してます。はい、こんな感じでですね、こちらのディズニーメチャンネルではディズニーパークに関するさまざまな情報ですとか考察を発信してますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。で改めましてですね、今日ですねファンタジースプリングスエリアのスニークが開催されてます。いや、スニークっていうのは、ね、予行演習のことですね。で6月6日に本オープンするんですけども、本オープン前にですねいろいろと実験というかね、練習しときたいなっていうことで、これまで何回か練習スニークやってました。で今日ですね、あのスニークまさかやってくると思わなかったので、ちょっと驚きましたね。でね、今日からですねこの日曜までの間はですね、このファンダフルのね、ファンダフルプレビューっていうその2万円のチケットと、それからバケーションパッケージ、バケパプレビューって言って1人10万円払ってる、そういうまあ課金のプレビューなんですよね、今日から1週間、日曜まではね。で、まあその期間にですね、僕はね、正直ね、課金のプレビューとはいえ、実はね、スニークどっかでやってくるだろうなっていうふうに思ってました。で、そういう予想の動画も先週出してます。見てくれてますよね、多分ね。なので、この期間中にスニークやるなとは思ったんですけども、まさか今日だとは思わなかったね。で、この1週間の間にですね、のなんでスニークやるのかと予想できたかというとですね、で理由はですね、まあこの期間ね、要は本番の練習ができるからなんですよね。でやんわりとですね、このファンダフルのプレビューチケットにですね、やんわりとね練習の可能性がありますっていうふうにね、遠回しにね書いてあって、まあ書いてないんだけども、まあどう見ても練習しますよって読めるんですよね。そんな書いてないやんって思う人いるかもしれませんけども、まあ僕らの意見が達するとそう書いてあるんですよ。あの練習とは書いてないんだけども、あ、これはスニークあるなっていうふうに読めるんですね。なので、うん、この5月28日から6月2日までの間はですね、まあ、どっかでスニークやるなっていうふうになんとなく予想つきました。で、まあね、今言った通り本番っぽい練習ができるからです。なんですけどね、まさか今日だと思わなかったね。明日以降にやってくると思ってました。なんでかというと、今日はですねグッズの発売日なんですよね。
で、ファンタジースプリングスエリアのグッズの発売日っていうことで、今日ですね、もうチケットとっくに売り切れてて、かつですね、もうみんなやっぱり売り切れとか嫌だから、もう始発に勝つっていう勢いで、もう、ね、いつもよりも、このエントランスの、このグッズを求める人の列の人の量が多いんですよね。で、グッズ目的でチケット売り切れてることもね、わかる通り、いつもよりゲストの量が多いんですよ。平日の割にはね。だからね、今日それで杉肉でしょ。びっくりしたんですけども、まあでもね、よくよく考えたらですね、まあこんな混んでる日だからこそ、練習というかシミュレーションするのに、まあいいのかなと思ったのかもしれませんね。要はですね、今日はね、超混雑が予想されてるので、スーパー繁忙期っていうね、考え方もできるので、そういうですね、ゲストのそのピークっていうんですか、ものすげえドチャッとゲストが来てるピーク時の練習には今日まあこれ最適の日ですよね。でしかもですね、スニークなんで、まあ練習だから予行演習っていうことで、まあ失敗してもある程度許してはくれますよね。だから今日みたいなね、グッズ発売の混雑日だからこそあえてスニークぶつけてきたっていうね、まあそういう考え方もできるんですよね。練習するにはうってつけ。まあ、ただですね、さっき言いましたけど、今日はバケションバッケージバケパプレビューと、あとはファンダフル会員限定チケットのプレビューね、このゲストもいるので、どっちも課金税なんですよね。でバケパプレビューは約1人10万円ぐらい課金してて、でファンダフルのプレビューチケットも、まあ、1人2万円ぐらいはしてるので、そういう重課金のゲストがいますから、その重課金ゲストからはまあ文句出るかもしれませんよね。高いお金払ってのプレビューなのに、なんで今日そんなね、ただね入園してるやつにスニークに解放するんだなんて言ってね、納得いかねえ詐欺だって言ってね、やっぱめっちゃ怒る人、これまあいるかもしれませんよね。まあでもですね、バケパプレビューとファンダフルプレビューっていうのはもともと全体から見たら販売数はすっごい少ないし、かつですね、今日お金払ってインしてるバケパプレビューとファンダフルプレビューゲストはですね、これ各アトラクションのプレミアアクセスレーンが使えるので、でかつですね、サンバのゲストもそんなには入れないだろうから、まあ課金した人たちは快適にサクサクとアトラクションはまあ乗れると思いますよ。でまあただですね、今言った通り、課金、本来今日課金の日だろうって言って、そんなところに無料のスニークゲストを入れてくるってどういうつもりだ、損した、納得いかない、金返せって言ってまあ揉めるかもしれませんよね。はい、ここで追加情報です。本日のスニークでですね、ファンダフル会員限定のマジックパス購入者で、あのレストランのね、アレンデールロイヤルバンケットのね、モバイルオーダーが取れなかった人がいたそうです。でこれスニークっていうことで、もしかしたらですね、普通のサンバイパスでね、エリアに入れて、それでちゃっかりうまくですね、モバイルオーダーでこれアレンデルロイヤルバンケットを成功した方がもしいたとしたらですね、これファンダフル会員のね方が負けてるわけなんですよね。でちょっとこれかわいそうかもしれないなってちょっと思っちゃいましたね。まあ、ただですね、このファンダフル会員の購入のね、マジックパスっていうのは、これ確約されてるのはエリアの入退場と、あとアトラクションの利用制限なし無制限と、あとプレミアアクセスレーンが使えてサクサク乗れるっていう、まあそこだけが確約で、モバイルオーダーに関してはその他と同格なんですよね。まあ、なのでまあ仕方ないのかなとも思うんですよね。まあでも感情的にはね、ちょっと納得いかないのもまあわからんでもないって感じかな。はい、この方はどうだったんでしょうね。他のレストランで取れてるといいですね。で前回ですね、5月の16日もね、やっぱりねスニーク開催されて、この時もですね、お金払ってね入園を楽しみにしてるプレビューのね、ゲストがめちゃくちゃ怒ったんですよね。10万円も課金したのに、その人たちよりも1週間以上早く、ね、新エリアに入って楽しめるなんてずるいって言ってね、すげえ大炎上したんですよね。で前回ね、そうやってね、スニークで 大炎上したのにね、まあ、それでもね、今回スニーク開催する、実施するっていうですね、まあその担当者の胆力、
いやこれもう恐れ入りますよね。前回あんだけ炎上して、かつ今回だって炎上リスクもあるわけで、かつグッズで今日ものすごいゲスト入ってて混んでて、しかも今日ね大雨予報出てて、今もですね結構外雨激しいんですよね。なんで悪条件揃ってて、もう炎上するしかないっていうですね、こんだけ条件揃ってんのに、まあそれでもねスニーク実施のゴーサイン出すというね、この判断すごくないですか。もうね尊敬と脱帽ですよ。これ僕担当だったらね、怖くてちょっとね、今日スニークやるんだやるぞって言ってね、そんな指示ちょっと僕は出せないですね、怖くて。まあこれね、社会人で役職ついてたり管理職の経験あったり、あと大きな判断を求められる仕事をしてる人だったらね、これわかると思います。これはしびれるね、ここにしびれる、憧れるですよ。ほんとすげえ。いやここで今日スニークやるって判断したこの担当者の胆力、僕はこれちょっとこの方針をこれ指示したいですね。まあ今言った通りですね、その代わりバケパン民とファンダフルプレビュー民は気持ちを台無しにされたって言って、まあ怒ってるかもしれませんけども、まあその方たちへの慰め動画というか、その方たちもまあまあまあっていうね、そういう動画も前回先週作ったので、そうやって納得いかんって怒ってる方はですね、ちょっとそっちの動画もね、まあぜひちょっと見てみてください。あとですね、このツイッターを見てるとですね、今日スニークやるっていうことでですね、こんな日にスニークかよって言って実際に並んでる人がね、めちゃくちゃ怒ってる人もいました。こんなグッズ発売日の大雨の日にね、なんでスニークやるんだって言ってめっちゃ怒ってて、まあでも怒るかなと思ってねというのはね、やっぱ結局ね、スタンバイパスで新エリアに入場できる人っていうのはコントロールされてるわけですから、ファンタジースプリングスエリアはね、そんな大混雑はしないと思いますよ。うん、そのためにね、パスでちゃんと人数制限してるわけですからね。でそれに本来皆さん、本来今日はグッズ目的で並んでたわけですよね。だったら別に新エリア入んなくってもね、新エリアのアトラクのスタンバイパス取らなくてもグッズに専念すればいいだけなんで、別にだから困らないですよね。別にだから何で怒ってんですかね。特に問題ないと思うんですけどもね。まあただ普通にグッズが欲しかっただけの人にとってはですね、ここにアトラクのスタンバイパスとかですね、ファンタジーエリアって出てくるので、普通にグッズが欲しかっただけなのに、そんなね、ただやさや混乱するところに余計混乱する施しとか施策やめてくれって言って、まあそれで怒ってるのかも、方いるかもしれませんよね。まああとは何かしらそれでも混雑はする可能性はあるので、だから怪我とか怖いですよね。なんか将棋倒しとかあるかもしれないし、その新エリアにね人が殺到する可能性もなきにしもあらずですから、まあやっぱりね怪我とか心配ですよね。まあちゃんとうまくでもね人をさばいてほしいですよね。はい、あと言いたいことはですね、スニークの日程と予想についてですね、はい、僕はですねスニークに関して予想の動画を過去1本上げてました。でその予想動画ではですね、5月20日、5月23日、5月27日でこの3日間スニークあるかもしれないって予想して、かつ今回のこのプレビュー期間中もスニークあるかもしれないっていう風に、そういう予想動画を上げました。それで5月20日、5月23、5月27にスニークやるかもねって言ったところに関しては、5月20日に本当にスニーク1回やったので、まあ、そこの3日間に関しては、まあ、僕は今回1勝2敗でしたね。そしたらね、コメントでですね、なんで梅外れてんじゃんっていうね、そういうコメントがあってですね、いやまあでもそうは言うけど、逆に1日当てたし、で完全な予想だし、これ外れてもさ、ちょっと何茶化しというか、外れてんじゃんお前って言って、それはちょっとね怒られないでほしいんですよね。でもしかしたらですね、本当にこれスニーク運営はねやる気満々でいたんだけども、僕をはじめとするみんなね SNS で予想とかして、この日スニークあるかもしれないって意外とまんざらでもない、そうやって読みが当たってて、でこれはダメだ、できねえわっていうことで、やっぱやめようっていう、そういう判断、そういうジャッジがもしかしてあったっていう、そういう可能性もありますよね。だからもしかしたら
5月23日、5月27日、スニーク、もしかしたら実施されるはずだったかもしれませんよね。でさらにさらに僕がこういうことを言うとですね、今度はですね、いや梅、あのツイッターで5月23日は実施予定だったけど情報が拡散されてしまったのでどうやら中止キャンセルになったそうですよ、そういうツイート僕見ましたとかですね、5月23日はオタクが騒いだのでキャンセルらしいですよ梅さん、オタキャンっていうそういうツイートでバズってましたよとかですね、僕見ましたって言ってね、そういうコメントをする人が絶対これいるんですよ。でもね、そんなの適当でわかんないじゃないですか。どこかの誰かが言ってたとかですね、とある現場のキャストが言ってたとかね、そんなのいくらでも言えるし話も漏れるので、とある現場のキャストが言ってたって言ってもその現場のキャストがジャッジしたわけじゃないですよね。だから僕ツイッターで見ましたとかですね、別にそんなことね、あのいちいち言わなくていいし、僕だってこの動画でそんなこといちいち言いたくないんだけど、でもこうやって言わないと必ず書いてくる人いるので、もう本当にですね、僕ツイッターで見ましたっていうのはね、もう本当ね、もうあの稚拙なのでやめてほしいです。もうでもね、こういうこと言わないと書いてくるやついるんで、もう本当にねバカかと思うので、本当そういうねバカみたいなことは本当にね書いてほしいんですよね。はい。でですね、5月の20日、5月23日、5月21日の、まあ、予想は、まあ僕は1勝2敗だったんですけども、まあさっき言った通りですね、まあ実施のはずがですね、やっぱやめようっていうふうに、まあ運営内部で判断された可能性もあるので、まあわかんないですよ。本当のことはわかんない。あの、ね、まあツイッターが全部噂話というか作り話かもしれないし、まあ稚拙なね、あのコメントなんで、そんな全く無視して、まあでもそれ置いといて、でもまあスニークなんて読めないので、キャンセルも中止もないのでそんな読めないので、はい、なんとも言えないですね。まあ、ただですね、この5月28日から6月2日までのプレビュー期間中にどっかでスニークやるかもしれないっていう、まあその予想は今日開催されたんで、実施されたんで、まあ当てましたね。でこれもですね、いやまあ当てたら言うけども、この予想ついたやんってね、そうやってね言う人もいるんですけども、いやこれもですね、この前回ねスニークが炎上して、で今回もですね、このね、あのプレビューバケパ、バケパプレビューっていうその重課金税が入ってるから、この重課金のバケパ民に配慮して炎上のリスクがあるから、バケパプレビュー期間中はね、あのスニークやんねえんじゃないっていうね、そういう意見やそういう読みやそういう予想もまああったので、僕はでも絶対やると思ってました。まあ理由はですね、練習できるからですね。だから重課金のバケパ民が怒ってでも練習したいんですよ。ここ大事です。いいですか。本当だからね、担当の弾力すごいですよ。重課金のバケパ民、重課金のこのねファンダフルプレビュー民が怒っても練習したいんですよ。この担当の弾力ね。まあでも今後はですね、このプレビュー期間中はね、ねお金を出してね払うっていうね、こういう販売はもうしないと思いますよ。っていうかしない方がいいと思います。揉めるから、こうやって炎上するから。だから今後ですね、もしかしたらスペースマウンテンとかですね、もしくはシュガーラッシュのアトラクションなんかでね、もしね、なんかプレビューとかスニークとかやる場合は、もうこれね、販売とかやめた方がいいですね。炎上するんで。で、もしそれでもね、販売したい、売れるんでね、販売したいと思うんだったら、そのプレビューのプランの中にですね、この商品は予行演習、スニークね、予行演習が行われる可能性がありますっていうふうに、まあ、一筆書いて書いておいた方がいいと思いますよ。はい、とかとか思いました。以上です。はい、動画締めようと思ったんですけども、さらにですねスニークでですね、追加情報というか、アナ雪ライドがですね DPA プレミアアクセスが今日ね朝9時で終了してしまったとのことで、で他の4つのアトラクション全てもですねスタンバイパス朝9時半で終了とのことでした。で、アナ雪の DPA がね、朝9時終了って、えらい早い気もするんですけども、まあこれ僕の仮説なんですけども、まあ今日はですね、アトラクションのね、プレミアアクセスのね、レーンの埋まり具合で、販売数を調整してると思うんですよね。
まあ、要はですね、今日はねバケパープレビューとファンダフルプレビューの日じゃないですか。でその人たちがプレミアアクセスのレーンをね使うので、で今日はねファンタジースプリングスマジックの人が多いから、だから DPA の一般販売の数が少ないと思うんですよね。で本番はですね、実際にはプレミアアクセスのレーン、アトラクションの街のとこね、この優先のレーンですね、これを使うのはファンタジースプリングスホテルの宿泊者と、それから普通のバケパでね、あのファンタジースプリングスマジックを買った人しかいないので、そうするとこのアトラクションのこの優先レーンはですね、本番始まったら今日よりも空いてると思うんですよね。まあ、なので実際に6月6日以降は DPA の販売数はもうちょい増えると思います。あとはアトラクションビジーバギーがやばいらしくて、さっき見たらねアプリでスタンバイなんと150分待ちでした。ありえんだろ、すごすぎる。でね、これは多分ですけども、ビジーバギーはですねプレミアアクセスの設定がなくて、ということはあのファンタジースプリングスマジックのですね、あの優先権とかもなくって、全員がもうスタンバイの列にもう並ばされるっていう、そういう鬼仕様なので、これ乗りたい人はとにかく全員並ぶしかないっぽいんですよね。で一応ねファンタジースプリングスマジックのパスの専用レーンはね急遽作ってるらしいんですけども、これ待ち時間解消されてないっていうことは、これも焼け石に水状態で、根本的なところに問題があるってことですよね。相当回転率が悪いんでしょうねこれ。これなんとかした方がいいと思いますよこれ。でこのアトラクションってなんか1回待ち時間じゃあ1回乗車時間2分なのかな、えらい短くって、でかつですね子供向けだと思うので、僕乗ってないし見てないか分かんないんですけど、えらいあっさりしたいわゆる子供向けのアトラクションなので、だからガチで本気でこんなね並ぶようなアトラクでもないと思うので、どうなんだろう、やっぱりみんな乗りたいのかもしれないね。4つコンプしたって言いたいんだろうな。まあコスパ考えたらないと思うな。まあみんなにね、まあまあまあ肩の力抜いてそこまでガツガツせんでもっていう風に言うしかないですよね。ちなみに僕はですね C のマーメイドラグーンにあるジャンピンジェリーフィッシュ、スカットルのスクーター、ブローフィッシュバルーンレース、ワールプール、この4つのアトラクは乗ったことないです。まあ別にいいかなと思って、別にバカにしてるわけじゃなくって、まあキディライドで子供向けだし、でこれ言うとねバカにするなとかですねそういうこと言う人いるんですけども、そうではなくって、僕の中では優先度が限りなく低いんですよね。まあなのでビジーバギーも僕はそうだな、まあ30分切ったら乗ってもいいかなって感じかな。そんなガツガツ全盛派っていうね、そこまで、求めてないって感じかな。はい、まあなのでね、まあ気軽に行きましょうよ。まああとね、これスニークとは関係ないんですけども、まあ今日ですね、ファンタジースプリングスのグッズの発売日で、でこちらのスタンバイパスの配布もあったんですけども、これがですね、本当に久しぶりに瞬殺で、なんとね、朝5時到着でもなんかギリギリだったらしくって、中にはね、4月で到着しても間に合わなかった人もいたらしいです。ちょっとこれすごいですよね。まあスニークとは関係ないんですけども、今回これ早すぎですよね。グッズ目的で普通にね、朝6時、朝7時ぐらいに来て、まあ大丈夫っしょなんて言ってね、それで朝6時、7時に来た人はこれかわいそうですよね。今日一日まるで棒に振ってるわけだからね。はい、もう大混乱の、はい、東京ディズニーシーでした。ではでは。はい、とかとか思いました。以上です。で最後にですね、今日僕こんな動画を撮ってるってことは、やっぱ今日ね僕はインパークしてません。今日ねグッズの発売日なんですけども、チケット買ってないしインパークもしてません。なので過去のスニークね、これまで2回あったのかな、2回ともインパークしてないし、でかつですねなんかのプレビューとかも当たってないので、ファンタジースプリングス未だにインしてないですね。はい、僕は公言通り、公約通りですね、ファンタジースプリングスに関してはさほどそんなにまあガツガツしてないので、まあ興味はあるんですけどもね、マイペースで普通にまあ楽しむつもりです。なんでまあガツガツ自分からそんなに取りに行かないんだけども、なんかご縁があったり誘われたら喜んで行かせていただけますっていう感じかな。はい、そんな感じです。あとはね6月はね僕香港行くしね、年パス作ったので香港行くし、あとねアナハイム気になりますよね。
アナハイムのファンタズミックもね、火事で焼けたファンタズミック1年ぶりに復活しましたので、そっちも気になってます。これね、動画を見てしまったんですけども、復活したファンタズミックね、はい、まあやめよう、まあ、楽しみにしてる人もいるんで、まあ、言いませんけどもね、はい、まあそれも気になってますね。はい、そんな感じです。はい、今日並んだ方、並んでる方、雨の中本当お疲れ様でした。ご苦労様です。ではでは、じゃあねー。